ボンジア、サッカーキングチャンネルのミッシーです。私ミッシーがロシアワールドカップに出場する全32カ国を格付けするミッシランガイド、まあこちら第1回のロシアが2月28日で、最終回の日本が5月6日ということで、まあ約2ヶ月ほどですかね、お付き合いいただきありがとうございました。本当コメントとかも、まあ最初なんだこの動画っていうところから、徐々に早く見たいとかっていうコメントが非常に増えてって、本当に嬉しく思っています。まあ同じフォーマットの動画を32本撮ったっていうのは、なかなか自分でももちろん初めての体験だったので、まあ大変でしたけど、いい経験にはなったかなと思いますし、コンテンツ的にも皆さんに満足していただけたかなと思っております。あれ最初の方だいぶ元気だったけど、だんだんこう落ちてワールドカップ出場全32カ国ミシランガイドワールドカップ出場全32カ国ミシランガイドワールドカップ出場全32カ国ミシランガイドワールドカップ賞全32カ国ミシランガイド。いや、まあその日のコンディションがやっぱりありますよねまあちょっとその日いろいろやってたりするんで、はい。まあ2ヶ月今日にわたって公開してきましたけど、はい、まあ、その間に結構情報が変わったものもあるんじゃないかろうか。そうなんですよね、本当いろんな出来事がもう起きましたし、スウェーデン代表の動画を出した時は、まあ、イブラヒモビッチが出るんじゃないかとか、まあ、イブラがのツイートとかしたりしてたんで、まあ、その辺の情報を皆さんにお伝えしたんですけども、動画を出して多分1週間とか2週間後ぐらいにワールドカップには出ないといった発表がありました。だし、まあ、あとは、まあ、怪我人とかですかね。まあ、H のロシア代表でいうと、ココリンとか、つい先日ですけども、フランス代表、コシェルニーが、まあ、ワールドカップに出れないというところもあったので、まあ、ちょっとそこは、まあ、ご容赦いただければと思いますし、まあ、あとは、あれですね、やっぱり、日本代表の監督が変わるとは思わなかったってところですかね。まあ、日本は大取りだったので、どういうこと言おうかなって一瞬考えてたんですけど、まあ、いろいろとひっくり返ったっていう。まあそのミシランガイドっていうのは結構、まあ僕個人の評価というか星いくつとかっていうのは、まあ基本的に僕が決めてるんですけど、まあそこで、まあ日本代表どう皆さんお伝えしていくか、まあ言うても多分このサッカーキングチャンネル見てる方って、まあサッカー好きで日本代表が、まあそれなりに詳しい方が見てらっしゃると思うんで、まあそこをどう伝えていくか、しかも全く状況が読めないっていう中だったので、ちょっと伝え方は若干迷いましたけど、まあちょっとこれに関しては正直答えがない動画かなとは思います。予習って大変だった。大変でしたね。まあもちろんある程度知ってる国とかはありますし、まあ、自分の詳しい国とかもあるんですけど、まあ、そこをなんかどうやって皆さんにお見せしていくかっていうのと、まあ、あとまとめっていう項目があったので、そこをまあちょっと逆算しながらみたいな調べ方もしましたね。僕あの、まあ、一応まあ台本といいますか、このデータみたいなのがありまして、これ全部取ってあるんですけど見せていいのかなベースが この状態で、補足情報とかと、まあ、僕がもうボールペンでもうすごいもう殴り書きなんで、ちょっともう字とかめっちゃ汚いんですけど、まあ、こういった形でぐわーって書いてたりっていうのを、これだから32枚分あるっていう。そうですね、でもこれはまあ本大会にも絶対使えるとは思うので、この知識がまあシンプルについたっていうことは、まあ、この仕事をやってる上でも非常に良かったなとは思います。まあ大変でしたけど、まあ、それだけのなんかものを得たっていう気が非常にしました。これで終わりではないので、これ完走したとか言ってますけど、まだまだこれからが本番ですし、まあもう言うても5月の中旬2週目ぐらいからもうワールドカップモードに入っていくのかな。まあ、代表発表とかがもう早いところだと、そのラージリストっていうんですか、30名と発表してる国とかもありますし、またやっぱね、日本代表23名誰が選ばれるのかめちゃくちゃ気になりますよね。まあそうやって、まあ、メンバーが確定したことによってまたいろいろ分かってくる新たな情報とかもあると思いますし、皆さんにこのミシュランガイドでお見せした予想フォーメーションとか、まあ、各国の予選とかをベースに作ってるものなので、またそこから
新しい選手が出てきましたとか怪我人が出ちゃいましたとかそういうこともあると思うので23名が確定した段階でまた何か皆さんに見せられればなと思っております。あとは、ワールドカップ期間中はトトが行われます。私サッカーキングハーフタイム、金曜 MC で、J リーグのトト予想を毎週するっていうのを、なんだか1年ちょいぐらいやってるんですけど、そこでワールドカップになるとまた予想とかも全然できないし難しいですし、データとかもそんなにないと思うんですよ、 J リーグほどですけど、ワールドカップトトあるならチャレンジしない手はないだろうと、積極的にチャレンジしてまたそれを何か皆さんに動画でなんかお伝えできればなというふうには思います。今お伝えした2つ以外にもサッカーキングチャンネルではいろいろワールドカップを楽しんでいただけるような動画を現在準備中です。今大会、前そして後も含めてサッカーキングチャンネル引き続きご覧いただければと思います。いつもサッカーキングチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ぜひ皆さんのご意見であったり今後やってほしい企画、特にワールドカップ関連なんかは、時期も迫ってますので、そういった皆さんの意見がありましたらぜひコメント欄にたくさん書き込んでいただければと思います。この動画の高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そしてサッカーキングチャンネルと私ミッシーのツイッターが概要欄にありますのでぜひ皆さんフォローしていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。チャオ。